懐かしさで潤いたいあなた、お待たせしました。昭和食堂、今日は開店いたします。メニューは松山のソウルフード、鍋焼きうどんです。令和の時代を歩いていく皆さん、今日もひとときの間、あの時代に行ってみませんか。松山市堀江町、港の前の食堂、港食堂。今日の昭和食堂は、港と共に生きてきた小さな食堂の物語です。人気の食堂、お昼時はこの混み具合です。お店ができたのはいつですか、ご主人。昭和42年に私の祖母が開業しまして、私で3代目になります。これが創業当時ですね。当時からのメニューっていうのも揃えてます。あの鍋焼きうどんだったりとか、中華そば、あとおでんとかはもうそのままです。フェリーがあった頃のちょうど目の前の写真ですね。ここは今駐車場部分ですね、海の駅の。堀江と呉を結ぶフェリーが就航したのは昭和39年のこと。食堂はその3年後にできました。文字通り港の食堂として誕生したのです。まだしまなみ海道がなかった時代、人が集まり物が動く堀江の港は、紛れもなく松山の物流を支える海の玄関口の一つでした。しかし時を経て、2009年6月、呉松山フェリーは廃止となります。そのすべてを港食堂は見つめてきました。そしてこれからも、もう3代来ていただいているお客様とかもいらっしゃいますし、あのおばあちゃんがお子様と孫を連れてきていただくとか、そういう感じのお客様も多いです。フェリーがついていた頃は、旅行客やトラックの運転手がよく来ていたという港食堂、お土産も置いていました。そして今も熱烈なファンが。ボリュームなんで安いし、もうほぼ毎日です。月曜日定休日なんで、月曜日と日曜日以外はでこんなお腹に僕のおかげで。この常連さん、いやマニアさんの推しメニューは鍋焼きうどん。週2回ぐらいは鍋焼き。鍋焼きうどんから。この日は最高気温27度にもかかわらず、鍋焼きうどんの注文が次々に入り、人気のほどがうかがえます。唐揚げですね。夏でも熱々食べたいんで。そういうことね。鍋焼き大好きなんで、小さい頃から変わんないですね。美味しいですね、貝からず。ではご主人、一杯お願いします。これはですね、昆布とあと4種類5種類の削り節を混ぜ合わせた出汁です。出汁はもう創業当時から一緒です。店内にいい香りを充満させているこのおでんの出汁も同じ。まさに港食堂の魂です。鍋焼きうどん、入る具も昔から変わりません。牛肉にかまぼこ、アルミの鍋で熱々にします。仕上げに卵を一つ、
煮込んで卵がいい具合に固まれば完成。極めてシンプルだけどそこがいい松山人の DNA にしっかり響きます。実は厨房には2代目の秀樹さんも立ちます。親子で港食堂の味を守ります。やっぱり親子ですからね、いろいろと喧嘩もしながらやっておりますけどもね、はい、そうですね、やっぱりそのこの味っていうのは本当に自分にとってはもう命以上のものなんで、まあそれをずっと続いていてくれる、それはもう感謝はしておりますよ。当然昭和42年の船出から56年守ってきた港の味、優しい甘さが本当に懐かしい。心の奥まで温まる一杯でした。夏でも熱々食べたいんで、